数年前まで静岡県に生息していなかった石垣町が今年県内で急速に分布を拡大し町の愛好家などを驚かせています石垣町は羽に石垣のような黒い筋が走る縦葉町の仲間でもともと西日本に生息していました一昨と,とまだ目撃例がほとんどない静岡県東部で SBS のカメラが貴重な姿を捉えました 東の方はまだあの最終、目撃されたのがないことはなくてす、まあ、非常に少ないので、芝か、富士町あたりも貴重な記録かと思います現在、国内で最も東の生息地が、県東部と見られますまだ安倍川をあまりは越えてはいませんが、これ今後です、ね、どんどん増えていく状況だろうと思います。 県自然史博物館ネットワークは昨日から静岡市の富士の国地球環境史ミュージアムで石垣町の分布に関するポスター発表をしています。